はい、ケンスケさん、はい、はい、マッチョマンタツキさん、はい、はい、ヌルヤディさん、はい、はい、ですね、ケンスケさん今日は、はい、初心者、はい、ね、もう格闘技、組み技格闘技始めたばかりの人が陥る、はい、サイドポジション、はい、ね、サイドポジションを取られた時逃げれないと。ね、そしてアームロックとか腕十字とかね、チョークとか締め技とか、まあいろいろもろもろ決められてしまうということがあると思うんで、サイドポジションからまず逃げれないと。ね、やっぱ柔術もグラップリングもきついですよね。うん。なので、サイドポジションの逃げ方をね、ちょっと初心者向けに教えてもらってもいいですかね。はい。じゃあ、ケンスケさん下になってもらって、マッチョマンタツキさん、じゃあサイドポジション取ってもらっていいですかね。はい。じゃあ、マスターケンスケ、こっからの逃げ方をちょっと教えてもらっていいですかね。はい。こっからなんですけど、まあ、基本的にはエビで、ガードに戻すような感じになります。なのでエビの練習をしっかりしましょう。はい、はい、なのでまあ、エビを使っていくんですけど、まず僕の右手ですね、右手で相手の骨盤のあたり、はい、ちょっとそこを寄らせてもらいますね。はい、はい、健介さんの右手で腰骨ですよね。はい、ここが一番安定するので、はい、足とかお腹だとやっぱり相手がこう動くとずれちゃうので、例えばこっちの足引いちゃうとこれも自分の手が、効いてない状態になるので、なるほど、一番安定するこの腰骨のあたりをしっかりこう押さえます。はい。はい。で、左手ですね。こちら僕の左手もフリーなんで、これで相手の顔を押すような感じで、これで相手の体を押して、エビを使います。エビのこういう動き。これを顔と、骨盤のあたり。はい。ここに手を押して、押して、エビを使っていきます。このようにして隙間を作っていって、で、そしたら、まあ、いければこのまま、この隙間に足を差し込めばもうガードに、フルガードですねこれね。そこから得意の腕十字とか得意の三角締めとか、はい、ね、いろいろ決めるわけですね。はい、はい、もう一回やってもらっていいですかね。はい、はい、この状態だと二、はい、人の胸とお腹の間に隙間がないわけですよね。なので、健介さんの右足を、下から通して持ってくるわけにいかないと、はい、いうことですよね。それがいかないんですよね、はい。なので、浮かして、そこの隙間ができたところに足をくぐらせる、トンネルってことですよね。そのトンネルを作るために、右手でまず腰骨を押すと。はい、太ももとかお腹とかだと、ぐにゃってなったり、はい、まあ、ちょっとスライドさせられたりして、安定しないんで、腰骨だとなかなか動かないんで、強く押せると。はい、そして、左手では顔を押すと。はい、そうすると、相手をちょっと遠ざけれると。はい、そしてそこに、強烈なエビをするということですね。はい、あ、そうですね。で、健介さんの右足が、スルッと入ってくるわけですね。はい、そしてフルガードに戻るということですね。はい。はい、ここまで綺麗にいければいいんですけど、やっぱりここエビが大事ですよね。はい。はい、2回ぐらい強いエビを打って、1回だとなかなか相手耐えますよね。はい。うん、マッチョマンタツキさんはどうやってサイドポジション取られたら逃げますか？同じですか？大体同じなんですけど、はい。俺はその、1回でその、クロスにはできないんで、ハーフまで、1回からちょっとずつ変えていきます。はい、基本は同じですかね。一緒です。ちょっとやってもらってもいいですかね。はい。サイド取られましたと。はい。で、相手の押さえて。はい。で、俺をここに押して。はい。ですけど。これ押し、ここまで一緒ですか？ここまで一緒です。これで一緒ですか？ちょっと待ってくださいね。はい。よいしょ。はい、ここまで一緒で一緒ですね。はい。で、ここに足を入れて。はい。一回ハーフにします。はい。あ、今ハーフですか？はい。これで。はい。また作り直すんですけど、でまたこのハーフからブリッジするんですけど、はい、はい、でもう一回じゃあやってもらうと、はい、前で肩を腰を押して、ハーフ、はい、そしてでブリッジするんですけど、はい、ブリッジもこっちに返す力をここに加えておくんですけど、はい、そうすると相手がこっちで多分張るところですよ、はい、でこっちが弱くなると思うんで、はい、弱くなった時にこの腰をちょっとずらして足をちょっとまっすぐにします。でこっちやった振りして脇を刺して、あ、スイープするってことですか？そうですね。あ、なるほどなるほど。はい、もう一回二人とも真ん中行ってもらっていいですか？はい、あ、じゃあマーチョマン確かはクロスガードに戻すというか、はい、そのままハーフに一回持ってって、そこからめくるってことですね。そうですね。ハーフの方が、上の人もバランスそこまで良くないですよね。まあ、下もパスガードされる可能性はあるけど、まあ、バランスは上も良くないですよね。そうですね。
じゃあもうそこからおとり、それおとりでもうめくるってことですね。スイープすると。そうです。なるほど。じゃあもう一回ちょっとやってもらっていいですか、ゆっくり。はい、まずサイド入りましたと。で、ここでじゃあ、フルガード持ってくんじゃなくて、エビしてハーフガード持ってくんですね。ハーフ持ってくる。はい。はい、今ハーフですよね。はい。はい、でこの手を、こっちに力を加えておきます。確かにごめんなさい。この、今の右手は、はい、方向をちょっと指してもらっていいですかね。ここは多分こっちに今押してます。横ですか、はい、それとも斜め、こういう感じですよね。はい。で、そうすると相手が、はい、こっちに多分返されるという気持ちになる。はいはいはい。その時に、この手をちょっとずつずらして、足をこうまっすぐにします。今、ケンスケさんの左足が伸びたと。はい。これが大事なんですね。これが大事です。で、バランスを崩して、まだこっちに行くよっていう、はい、意思を出しておいて、はい。でその時にこっちの足で、はい、足をつくんですけど、はい、それでこっちにまたさっきあのブリッジするんですけど、右上を向いて、ほう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 、はい、ほう、もう一回じゃあハーフの状態になってもらっていいですか。はい、あまりにもね早くてね、私頭がついていかなくて、ハーフ、ハーフ、ハーフですよね。じゃあ逆側ちょっと行かせてもらいますね。どうしようと、コト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 コ、はい、来ました。この時ですよね。マッチョマンさん、左足をマットにつくっていったんですよね。つきます。それはどこにつくんですかね。その、ケンスケさんの右足の外側ですか。あ、内側です。そこでいいんですか。ここだと、はい。もう、また横、サイドとなります。あ、そっか。あ、そっかそっかそっか。なので、この足は、足つくと、内側でつくと。この状態ですね。これで、あとはブリッジすると。ブリッジするですね。で、この足をちょっとまっすぐにして。はい。はあ、はあ、はあ。なるほどね。よくやります。なんか僕も多分やられた時ありますよ。なんか綺麗に返された覚えがあります。なるほど。これをやられてたんですね。はい、そうです。ああ、なるほど。これすごいっすね、はい。これはすごい。ちょっと高度ですね。高度なんですけど、ちょっと簡単だと思うんですけど。はい。相手のちょっと趣味戦的なあれ。ああ、でもあくまで、左側でしたよね。ごめんなさい。返したのって右側でしたっけ？返したの右ですね。あ、左に行くぞ行くぞってやって、はい、で、足を伸ばしても、もう一回行くぞって思わせるんですよね。そうですね。でもそこでもまだ行かずに、つるっと返すと。はい、すごいですね。じゃあ最後にもう一回やってもらっていいですか？じゃあフルスピードでやってもらっていいですかね。もう、あの、説明いらないんで、喋らないでいいんで。はい、はい、じゃあ頭2人とも逆にしてもらって、はい、今こっち側に足がありますよね、はい、頭と足逆にしてもらっていいですかね。はい、あ、そうですね、そうですね、すいませんね、僕が動けばいいんですけどね。はい、この状態でじゃあやってもらっていいですかね。はい、あ、はい、ここからスタートしてください。あ、この状態じゃないですよね。あの、ごめんなさい。ケンスケさんが上の状態ですね。はい。はい。うわ、ケンスケさんどうですか？はい。いや、帰りますか？帰ります、帰ります。これは浮いちゃいますよね。はい、おー、これは素晴らしい秘技ですね。秘技ですね。わかりました。僕もちょっとこれ、動画、もう擦り切れるぐらい、擦り切れないですけど、あのもう、電池がなくなるぐらいこの動画見て、ちょっとマスターしたいと思います。はい、ケンスケさん、マッチョマタツキさん、二人とも、ありがとうございました。ありがとうございました。ダツナイキブーゲン昇竜拳チャンネル登録してください。昇竜拳、波動拳。